こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカ M 型のですね、M3 用のレンズになります。ズマロンの 35mmF3.5 になりますね。はい、はい、ご覧のように、ライカズマロンの 35mmF3.5、シリアルが1565502ですね。1958年の、ズマロン 35mm ということになりますね。確かですね、この年代のレンズは、この時代はライカ M3 しかですね、M 型のボディ発売されてないんですけれども、M3 にはですね、35mm 用のブライトフレームが装備されていないんですよね。ですので、こういったメガネをですね、ファインダーの面に前につけて、50mm のブライトフレームを 35mm に変えてですね、撮影することができるというメガネ付きのレンズになっております。はい。F3.5 というのがですね、結構こだわりが感じられるところでして、まあ、明るさよりもこの画質を優先させた、こだわりのレンズということになりますね。はい。ではでは、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、目立った目につくような、すれとか当たりとかへこみとかないですね。はい。メガネ付きのレンズはですね、たまにこういうところにぶつけたりしちゃった跡があったりするんですけれども、この個体は大変綺麗な状態です。はい。どこかに強くぶつけたり、落下したりしたような跡はなく、大変綺麗な状態を保ってますね。はい。で、メガネのこうレンズも、曇りとか、カビとか、割れたりとかですね、せずに綺麗な状態ですね。はい。メインのレンズもご覧のようにですね、前玉、後ろ玉ともにすれ、引っかき傷、コーティングの剥離などない大変綺麗な状態です。ちょっとビデオだと見にくいと思うんですけれども、前玉に、ブルーの大変綺麗なコーティングがかかっておりますね。はい。で、中玉にももちろん曇り、カビ、バルサム切れとかですね、ひどいゴミチリの混入なども見られず、大変クリアな光学状態を保っております。はい。絞りの動きも大変軽快ですね。油の乗りとか、腫れの痛みもないですね。はい。ピントもヘリコイドも、大変スムーズにいっぱいまで回っております。動きムラとかスカスカ感ないですね。はい。はい、外観、光学、内部の機構ともに非常にいい状態のズマロンメガネ付きですけれども、末永くですね、ご使用いただくために、念のためにですね、全体的な分解整備、清掃、調整などをご希望いただける場合は、格安で受け負わせていただきますので、ぜひオプションからお選びいただければと思います。はい。付属品がこちらの、リアキャップですね。と、フロントキャップ。それと、今回はですね、こちらの、サードパーティー製ですけれども、日本製ですね。UV フィルター。はい。こちらの、レンズプロテクト用のフィルターですね。こちらをお付けいたします。はい。はい。ということで、大変いい状態のですね、ライカの、広角レンズメガネ付き、ライカ M3 用のズマロン 35mmF3.5 になります。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。